ソンのブランドラインをたくさん解説するぞ。よっしゃー。以前はコムデギャルソンの歴史にフォーカスしたけど、今日はギャルソンのブランドラインについて詳しく触れていくよ。ギャルソンのブランドラインは非常に多くて、何が何だか分かっていない人も多いと思うから、ぜひこの動画で各ブランドラインを整理してもらえればと思っているよ。ギャルソンの歴史の動画も合わせてチェックしてくれたらよりわかると思うんだぜ。すでに終了しているブランドまで解説してたら膨大な時間になってしまうので、現役で続いているブランドを解説していくね。それじゃあゆっくりしていってね。高評価お願いしますなんだぜ。一つ目に紹介するのは、コムデギャルソンだ。1969年のブランド設立からコムデギャルソンの中核を担ってきたファーストラインだね。1981年にパリコレに進出してから、現在に至るまで80以上のコレクションを発表しているんだぜ。ちなみにレディースのみの取り扱いラインなんだぜ。川久保玲がリアルタイムで抱いた気持ちが一番強く反映されるブランドラインでもあるんだ。株式会社コムデギャルソンの原点にして最重要ブランドだということだね。どういう特徴のアイテムが多いんだ？ドレスやジャケットの再構築、立体的なカットワークなどを得意としていて、ファッションの固定観念を覆すデザインを数多く発表しているよ。川久保玲の人生を積み重ねた歴史あるブランドラインだね。確かに、再構築のアイテムはギャルソンでよく見る気がするんだぜ。何層にも折り重なった生地の生み出すドレープは、禁欲的なはずの黒を華やかな印象へと変えているんだぜ。ディズニーやナイキといった幅広いコラボレーションを行っているブランドラインでもあるんだ。コラボについては、魅力とコラボにフォーカスした別動画を制作中なので、またの機会に詳細を解説させていただきますなんだぜ。二つ目に紹介するのは、コムデギャルソン。コムデギャルソンだ。通称コムコムだね。1993年にスタートし、縮小加工を施したアイテムが多いブランドラインだ。ここが先ほど紹介したコムデギャルソンとの一番の違いだね。縮小加工ってなんだ？毛織物の仕上げの工程で組織を緻密し、毛端を絡ませてフェルト状にすることだ。簡単に言えば、ふんわりとした風合いを出すことができる加工方法だね。なるほどなんだぜ。コムコムは、川久保玲の考えるベーシックスタイルを提案するレディースラインなんだ。にしても、他になんか読み方なかったもんかね？コムデギャルソン、コムデギャルソンって、長ったらしいブランド名だと思う人も多いはずだ。みんなコムコムって呼んでるんだからあんま気にすんな。国内生産にこだわり、日本の技術の継承を重視しているラインでもあるんだね。そうだね。ちなみにコムコムは、川久保玲自身が一番多く着用するラインだと言われているよ。それは初耳なんだぜ。三つ目に紹介するのは、コムデギャルソンガールだ。2015年にスタートした川久保玲がデザインを手掛ける比較的新しいブランドラインだ。初めて聞いたんだぜ。幼少期と制服をコンセプトとし、実際の制服に使われる素材を使用した可愛らしいアイテムが多いラインだ。最近では制服ブームもあり、海外需要が高まっているラインでもあるんだよ。ブランド名にガールと入っているだけあって、ガーリーなアイテムが多いな。年齢層は、他のブランドラインと比べて下がりそうなんだぜ。実際モデルに子供を起用したりすることも多いから、そうかもしれないね。四つ目に紹介するのは、コムデギャルソンオムプリウスだ。1984年にスタートした、メンズの最高級ラインだよ。プリウスには、フランス語で最上級という意味があるんだぜ。フリル、脱色、スカート、サルエル、PVC など、メンズの既成概念を壊すアプローチでファッション業界に多大な影響を与えてきたラインなんだぜ。見たことのないものがコンセプトであり、前衛的で挑戦的なコレクションが多い印象だね。川久保玲が過去の経験から得た武器をふんだんに使った、自由であり強さを持ち合わせているブランドこそプリウスだ。ジョジョの登場人物にいたら間違いなく最強の部類に入るキャラクターなんだぜ。5つ目に紹介するのは、コムデギャルソンオムだ。1978年に設立された、メンズラインでは最も歴史の長いラインだね。初代デザイナーの川久保玲から、田中圭一、現在は渡辺淳也がデザイナーを務めているよ。先日挙げたギャルソンの歴史の動画にいただいたコメントで、田中圭一は爆笑問題の田中裕二の兄であることを知ったんだぜ。田中圭一は工学部卒業後にエンジニアとして働き、退職後に文化服装学院でファッションを学び、コムデギャルソンに入社していたという異色の経歴の持ち主だったんだぜ。それは驚きだな。今は退社して、自身のブランドであるコントラプンクトを運営しているようだね。コムデギャルソンオムは、どんな特徴のブランドなんだ？グッドセンス、グッドクオリティをコンセプトに掲げ、ベーシックな外枠、外観の中身も、裏地やステッチワークに工夫を凝らすなど、細部にこだわりを見せるブランドなんだ。シンプルの中にコムデギャルソンならではの遊び心を閉じ込めた、大人なブランドってことなんだぜ。コムデギャルソンオムプリウスは、クリエイティビティをフル活用した川久保玲ワールド全開のラインで、コムデギャルソンオムはどちらかというとリアルクローズよりってイメージでいいか？おおむねそんなところだ。6つ目に紹介するのは、1987年にスタートした、オムブコムデギャルソンだ。ブランド設立当初は、日本人のためのビジネススーツというコンセプトでスタートしたラインなんだ。設立当初はってことは、今はコンセプトが変わったってことか？そうだね。2009年にブランドをリニューアルし、近年ではビジネスというよりもジャケットスタイルのカジュアルウェアの展開が多い印象だ。
英国の伝統的なスタイルの中に、パッチワークや脱色といったブランドが得意とするテクニックを用いて新しい風を吹き込み、近年海外でも高い評価を得ているブランドラインだよ。コムデギャルソンをプレッピーに解釈した、ビジネスとカジュアルの中間にあるようなウェアラインってことなんだぜ。にしてもこのセットアップ、ド派手なんだぜ。目立つこと間違いなしだな。7つ目に紹介するのは、コムデギャルソンシャツだ。ブランド名の通り、シャツを中心に展開されているラインだね。形が決められたシャツというアイテムで、その可能性を探るのがコンセプトだ。1988年にスタートしたラインなんだぜ。このラインは、ギャルソンの中で1位、2位を争う大人気ラインとも言われているんだぜ。オーダーメイドなどでも使われる100番手以上の高級素材から作られたアイテムは、一度袖を通すと虜になってしまうとも言われているんだ。ジャン・ミシェル・バスキアやヒューチュラ、カウズなどの名だたるアーティストとコラボレーションをした実績も持ち、アートが落とし込まれたアイテムが多く展開されているよ。とんでもない面々とコラボをしてきたんだね。ちょうど新しいシャツが欲しいと思ってたから、コムデギャルソンシャツのアイテムをチェックしてみるんだぜ。8つ目に紹介するのは、ブラックコムデギャルソンだ。2008年のリーマンショックを受けて発足したブランドなんだよ。当初は期間限定で展開する予定だったんだけど、人気を博したことで常設ブランドとなったんだ。名前にブラックとある通り、黒のアイテム展開を主軸としていて、コレクションブランドに比べて比較的安価なラインナップになっているよ。嵐の桜井翔もブラックコムデギャルソンのライダースジャケットを着用していたんだぜ。このラインでは、近年、素材開発や新しいパターンに力を入れていると言われているんだ。ブラックコムデギャルソンから派生した、新たなデザインや要素がコレクションラインに応用されるケースも多く見受けられるよ。期間限定ブランドだった予定が、今や様々なブランドラインの助け役にもなっているってことか。重要な役割を果たしているブランドってことはよくわかったんだぜ。9つ目に紹介するのは、1992年にスタートしたジュニア渡辺コムデギャルソンだ。渡辺ジュニアにより手掛けられているブランドで、彼はギャルソン社の取締役副社長でもあるんだよ。スチールワイヤーやアルミパイプなどの異色の素材を使い、実験的なファッションを展開しているんだ。渡辺ジュニアは、かつてはギャルソン社の地味なパターンメーカーだったんだけど、師匠である川久保玲の後を継ぐために懸命に働き、今や川久保玲の右腕となっているわけだ。とんでもない努力が裏にはあったんだろうな。パッチワークを取り入れたデザインも多く、トレードマーク的存在となっているんだぜ。レディースのラインなんだね。そうだね。1992年に東京両国駅の旧改札口でショーを行ったんだけど、非常に良い評価を得たんだ。そして翌年にパリコレデビューを果たしたんだよ。驚きの成長速度だね。ブランド設立が1992年だから、その翌年にパリコレデビューって確かに異例のスピードなんだぜ。10個目に紹介するのは、渡辺ジュニアが手掛けるメンズラインのジュニア渡辺コムデギャルソンマンだ。2001年にスタートしたよ。渡辺ジュニアのイメンズブランドが好評を博し、商業的にも成功を収めたからメンズウェアラインもスタートできたということなんだぜ。イメンズと同様に、パッチワークや日常的なシルエットの脱構築を重視したコレクションを提案しているラインだね。エルボーパッチは、今やバックスタイルから見てもわかるブランドアイコンとなっているんだぜ。個人的に非常に格好良いアイテムが多いと思うんだぜ。ノースフェイスとのコラボアイテムなんて特におすすめしたいアイテムだ。11個目に紹介するのは、アイコムデギャルソンジュニア渡辺マンだ。大人に向けたストリートウェアがコンセプトに、ワークやミリタリー、トラッドなど様々なテーマにて展開されているブランドラインだね。渡辺ジュニアは多くのブランドラインに携わっているんだね。さすがに忙しそうなんだぜ。コラボアイテムがよく発売されているようだね。オンラインショップでよく見かけるブランドラインというイメージがあるよ。12個目に紹介するのは、プレイコムデギャルソンだ。フィリップ・パボウスキーによるアイコニックなハートのロゴをあしらったアイテムを展開しているラインだね。キュートなデザインなんだぜ。川久保玲が、パボウスキーから当てられた手紙のディアレイ川久保の文面の最後に書かれていたキャラクターをアイコンに採用したとインタビューで語っていたんだぜ。川久保玲は、以前からラコステのようなワンポイントで、ブランドを代表することのできるアイコンを探していたと言っていたからね。しかし、そんな秘話があったとは知らなかったな。アイコンとなるワンポイントのキャラクターを使用した製品展開は、ビジネス的にも大きな成功を収めるんだ。新作に関しては毎年発表を行っていて、世界中で多く販売されているからギャルソン社の相当な収益源になっているのではないかなと思うよ。下世話な話だけど、ブランドにとって収益を作るのは非常に重要だからな。13個目に紹介するのは、CDG だ。2018年にコムデギャルソン創設50周年のタイミングで発表されたブランドだね。コンセプトは、タイムレス、コラボレーディブ、アイコニックなデザインだ。一時期、このコーチジャケットが非常に人気があって着用している人が多かったよね。ハートマークでおなじみのプレイコムデギャルソンと並び、CDG はギャルソン社の広告等の役割を果たす重要ブランドに位置付けられているんだぜ。ワイはプリウスこそメンズに来てほしいと思っちゃうけど、やはり一番人気が出るのはアイコニックで可愛い、使い勝手の良いアイテムなんだよな。そりゃそうよ。CDG は特に若い層から人気があるブランドラインのようだね。コレクションブランドに比べて、コンスタントに発売があるのも特徴だ。CDG の今後の発展にも期待だね。
14個目に紹介するのは、1981年にスタートした、トリココムデギャルソンだ。栗原太夫により手掛けられているブランドラインだね。栗原太夫、ここに来て初登場なんだぜ。今更だけど、ギャルソンの主要デザイナーは4人だ。川久保玲、渡辺淳也、栗原太夫、二宮圭だね。この4人はギャルソンの四天王だと思っていいぞ。ギャルソンの四天王、ちゃんと覚えましたなんだぜ。さて、話を戻すけど、トリココムデギャルソンのトリコは、フランス語で編み物ニットの意味があるよ。ニット類に特化したブランドとして始まるんだ。トリココムデギャルソンは、1981年の設立時は川久保玲、1987年からは渡辺淳也、そして渡辺のアシスタントをしていた栗原太夫が2002年からデザイナーを務めているんだ。登場人物全員四天王だからわかりやすいな。2022年春夏コレクションを機に、トリココムデギャルソンから、タオにブランド名が変更されるよ。そっちの方がわかりやすくて好きなんだぜ。タオはどんな特徴のあるブランドなのかを教えてほしいんだぜ。栗原タオは、ロンドンの名門セントラルセントマーチンズを卒業しているんだ。アレキサンダー・マックイーン、ステラ・マッカートニー、ポール・スミスなどの有名デザイナーを輩出している学校だね。それが理由かはわからないけど、コムデギャルソンの中でもインポートの香りを強く感じさせるラインナップが特徴だ。黒を基調としたコムデギャルソンのイメージよりも、若々しく愛らしいイメージが強いブランドだね。ふむふむ、大体わかったんだぜ。タオ愛のおばあちゃんに勧めているんだぜ。全然わかってねえじゃねえか。15個目に紹介するのは、ノワール系二宮だ。ギャルソン四天王の一人である二宮系が手掛けるラインだね。2013年にスタートし、2018年にパリコレデビューを果たしているよ。フランス語で黒を意味するノワールの名を冠したレディースブランドなんだぜ。柔らかい素材使いを得意とし、黒の多様性と奥行きを感じさせるクリエーションは、特に若い層からの支持を集めてるブランドだね。今更だけど、二宮系の髪型めちゃくちゃパンクだな。間違いない。最後になるけど、香水ブランドのコムデギャルソンパルファム、青山店限定ブランドのコムデギャルソン青山オリジナル、革小物ブランドのウォレットコムデギャルソンもあるようだね。バッグ中心のブランドであるザ・ビートルズコムデギャルソンもあるよね。これでほぼ全ての現行のブランドラインは紹介し終わったと思うんだぜ。さて、今日はコムデギャルソンのブランドラインを解説したけどどうだったかな？さすがに多すぎるんじゃ。しかし、見事に全てのラインに魅力が詰まっていて、感服なんだぜ。コムデギャルソン青山店に行けば大体のブランドラインが揃っているから、ぜひともこの動画を思い返しながら見てみるといいよ。もっと魅力に気づくことができるはずさ。爆買い不可避なんだぜ。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。